毎日、ウクライナ問題が、ほとんどニュースの中心になっております。私は、このコロナがここ2年間、ワクチンコロナでずっとニュースのほとんどの時間がそれに集中しておった。ものすごい大きなメディアのプロパガンダの力を感じました。これがやはりメディアによる地球上の洗脳というものかと。これはもちろん人類に対しての問題です。人類に対しての洗脳をメディアがいかに大きな力、効果を発揮するか。今回はウクライナ問題です。ウクライナ問題はシリアの問題にも、シリアの問題よりも小さい。リビアの問題より小さい。リビアの問題でカタフィを攻撃する。もうそういうリビアなんかほとんど報道されてないわ。もちろんアラブの春の時には報道されましたけども、まあ今のウクライナに比べれば10分の1ぐらいでしょう。シリアの問題も10分の1ぐらいでしょう。イエメンに至っては、まあ、100分の1ぐらいしか報道されてない。これはイランとサウジアラビアの問題だで片付けられてしまっている。まあ、その他、ほとんどの紛争にあって、アフガニスタンにしても10分の1ぐらいでしょう。このタリバンが20年ぶりに、政権を回復してもらった。その力はやはりアメリカであり CIA であるでしょう。その報道もウクライナに比べたら30分の1ぐらいでしょう。このウクライナに対する集中豪雨の報道は一体何を意味しているの？これもあくまでもプーチンを悪魔に仕立てる、プーチンに対する個人攻撃に近い問題です。しかし、これだけやられれば、これだけ集中的にロシアを悪者に仕立てるメディアの報道が重ねられた場合は、ロシア人が参っちゃうだろう、ロシア人が。私もロシアに妻がおり、ロシアの子供がおります、大学生が。これは大変なことなんだと。ロシアの全てが悪い。私から見たら全然悪くない。それもって日本の政府は経済制裁だ、経済制裁だとまた騒ぐ。北朝鮮の場合も安倍晋三が世界中55カ国を回って、そして金正恩が悪い金正恩に対する経済制裁を進めましょうと、世界中55兆円の金をばらまいて、で片っぽでは拉致問題の解決は私の任期中にやるって、任期中にやるならば北朝鮮に対する経済制裁だ、北朝鮮が悪い悪いを言いまくっとって、片っぽで拉致問題を解決しますと言うのはおかしいだろう。
だから G7 に対しては私の日本においては拉致問題があり隣国である以上、経済制裁についてはよく熟慮した上で参加しますと。で逃げなきゃいかん、うまく逃げなければ。これが今ロシアに対するインドのモディ首相の逃げ方ですよ。だからクワッドはクワッドだと、ね、ロシアはロシアだと、ロシアとの関係はいろいろまたありますからと、みんな交わしていくわけです。うまく全方位外交を基本とする国ですから。だからロシアの音楽の人、スポーツ選手まで差別される。だからもう超一流の有名なロシアの音楽家は指揮者が予定している公演を取りやめなければいけないとか、まあ、世界から評価されておるオペラ歌手が公演をやめなければいけないとか、もちろん北京冬季オリンピックから参加できないとか、パラリンピックまで差別されちゃうと。これの方が異常じゃないのか、プーチンよりも。だから私はそのいろんな物事を一つ一つ全部きれいに洗って、その本当の中身の不純物が全部取り除いた後の実態を見て評価をし直すべきではないかという。だから日本の場合はこの件でですよ、ウクライナとの関わりでロシアはもう二度と日本の平和条約については交渉しないと、こう言ったわけですよ。日本とのもう国交まで断絶するぞと。だから日本の平和条約および北方四島の問題ももう話す機会は当分なくなる。だからそういうような下手な外交をやっていいものなのかということですね。だから前から私は、まあ、プーチンが好きでプーチンびいきをしてるかもわからないけど、彼がおらなかったら今日のロシアはありません。もうエリツィンの段階で完全に崩壊しデフォルトになり、そして国民は貧困のどん底に落とし込まれたまま次の立て直す指導者を待つだけということになるでしょう。しかしプーチンがパーンと2000年大統領になった途端にわずか10年で安全保障、経済、外交全てを元のソビエト連邦時代に戻したんですよ。その戻せなかったのが今のウクライナなんです。だから CIA はウクライナをネオナチを使ってヤヌコビッチ大統領、プーチン派の大統領を殺そうとして、おいで殺そうとしたんだ。それが今のネオナチがポロシェンコとジェレンスキーを作ったわけですよ。これだけはどうしてもネオナチを排除しなきゃいけないと。なおかつネオナチに管理されているウクライナの中に30カ所の生物化学兵器研究所がある。これの実態を把握しておくべきである。それ隣国にあるわけです。これで毒ガスでもまかれたらとんでもないということから、中立になれと指示をしておったけども、中立になってどうするんだ、俺たちは NATO だと、
俺たちは CIA だと、ネオナチだと。間違いなくネオナチによって今のウクライナは管理されている。プーチンはウクライナ国民をネオナチの政権から解放しようとしたんだけど、そういう切り口で捉えた報道はないじゃない。だからあらゆる報道機関を私は対抗して、プーチンは悪くないと。悪いのはネオナチであり、ネオナチの傀儡政権であるゼレンスキーではないのか。ネオナチは誰が作っているのか。これはアメリカの予算 CIA であり、そして当時の8年前のクーデターはネオナチを使った暴力革命じゃなかったかと。それを支持したのはバイデン、当時のオバマ政権の副大統領であった、おバイデン。だからバイデンの息子が国営エネルギー会社、これの役になって莫大な報酬を取って、今はトランプの時に攻撃されて辞めてるかもわからないけど、いまだにその裏でやりくりしてるのはやっぱり CIA とバイデングループではないかと私は思います。プーチンはやっぱり KGB 時代から今 FSB だけど、全てのそういう裏を知ってるから、知らない日本の今の岸田とか菅とか安倍、全然違うわけだ。G7 に行って、何も分からずにただ座ってるだけの日本のバカ政治家とちゃうんだ。プーチンは世界の全てを知り抜いてるから、実態がロシアの安全保障上、今のウクライナのネオナチ政権は良くないと見たから、ああいう行動を取ってるわけ。しかしチャンスを与えてるわけですよ。 NATO に入らないこと、当分 NATO に入らないことを条件に軍は撤退してもいいと言ってたわけです。それをネオナチに入る、ネオナチのウクライナ政権は入るんだ、NATO だ、アメリカを頼りに NATO だとこう言ってるわけだから。そしてプーチンも待ちきれずに侵攻して、理論がわからなければね、物理的刺激を与えてやろうというので、ダーンと突っ込んでいった。まあ、いや、NATO は入ってないから、俺たちは参戦しませんよと。後方的に物資は送りますよと。だから市民が今な、犠牲になって悲惨な思いで国外に逃げてるわけでしょ。だから、ロシアもそういうデフォルト寸前のエリツィン政権の末期の時に、やはりもう国民は今のウクライナの人々と同じように、どうしてこれから飯食っていけるんだ、年金もなくなるんか、どうだこうだと言った時に、プーチンがスパッと出てきて、あっという間に皆国民を、出稼ぎに行ってた国民を皆国内に戻した。そんなんと比べて、ゼレンスキーとプーチンを比べ物にならんよ。国民を盾に、国民を犠牲に、自分のわがまま、自分のわがままでいうよりも、ネオナチのわがままをそのまま宣伝してるわけでしょ。ロシアと戦うと、降参はしないと。言えば言うほど国民に、弾が当たってくるわけです。国民に飛んでくるわけです。それでもプーチンは精一杯の民間人を巻き込まない努力は精一杯やってると私は思います。
やってなかったらもう何十万人死んでてもおかしくはない。普通のアメリカ流の戦闘ならば。そうでしょ？広島一発の原子爆弾で何人死にましたか？1日で10万人でしょ。ウクライナならばスーパーマーケット、キエフのスーパーマーケットを爆発したと。爆破したと。6人やでしょ、6人。広島は10万人でいっぱい、アメリカがやったら、トルーマンが。ね、日本人の民間人の命を取るまでしょうか、こいつは。ユダヤ人です、これも。ゼレンスキーもユダヤ人です。だからそういう市民をまともに狙った攻撃する、ね、そういうアメリカと、今回の戦争ではもうできる限り、ウクライナの民間人を殺さないプーチンのやり方と、いろんな切り口でこうして評価していけば、私は長年支持しているプーチン、プーチンこそが世界の世界政府の私はリーダーになるべきだと思っている。それはなぜか、彼は武士道で生きてるからですよ。プーチン自身がわしから柔道を取ったら何も残らないと言ってんだから。だから私とプーチンは武道を通じて結ばれた武道兄弟。だからそういえばまあリーマンショックの時だったから、今から十数年前、極真のローヤマ派の世界大会をモスクワでやった時、プーチンが来てくれるということでローヤマ師範に頼んで、一緒にやろうと、俺も行くぞと。それで、プーチンと俺が話する場を作ってくれという時があった。そこへリーマンショックが来たわけ。大会の前日か、そのぐらいの時だったと思う。リーマンショックでリーマンが飛んだ。リーマンというのは日本が日露戦争の時にお世話になった、いわゆるシェフ商会という、日露戦争の戦費を、このニューコートのメンバーのシェフさんから借り取るわけね。日本、明治政府。これが後々のリーマンです。そのリーマンが潰れた時にプーチンと会う機会があったのに、もうとんでもない時にプーチンがその対策をやっておって、その時も相当打撃を受けたわけだけども、あっという間にそれも立て直してしまった、プーチン。私はまあ武道を通じてプーチンの心を読み取り、そしてプーチンはなぜウクライナでこのような問題を作ったか、それはよく理解できる。はっきりと言えば武士道に基づく敵討ち、敵討ちはクリミアだけでは済まなかった。ウクライナをついでに取っちゃおうという。それを何の敵討ちかと。8年前に自分の弟であるヤヌコビッチが殺されかけて、命からがらロシアへ逃げて帰ってきたと。逃げてきたと。その敵討ちが今回の行動だと私は理解する。武士道による敵討ちです。